工房芝カレックスプミイラは、カヤツリクサカスゲ属の植物の一つ。海岸性で砂浜に生える。四翼具に似ているが背が低いことで区別できる。ただし紛らわしい場合もある。背の低いと年生の総本。地下には横に走る長い根茎があり、地上茎は間を置いて出る。葉は細長く、家系より長く伸び、幅は2から5ミリメートルで、 新緑色をしており、縁はザラつく。基部には、養身のない養生がある。基部の養生は、朱紫色をしており、糸毛を持つ。下記は5から6月。家計は高さ10から30センチメートルほどで、断面は三両型をしており、ザラつくというが、ザラつかないとの記述が多い。家女は頂きこが優勢で、その下に続いて2から4個のオスこがあり、 さらにその下に2から3個のメスコボがある。オスコボは上を向き、家計に沿って伸び、メスコボはやや下方に集中してつく。家計のつとは、養生の養診が長く発達し、基部には短い鞘がある。先端部に集まるオスコボは、線形からコンボ状で、長さ2から3センチメートル、柄がある。オバナリンペンは、黒か色で、先端は鋭く尖る。メスコボは、 短い中上で、長さ1.5から3センチメートル、柄があり、下方は密集してつく。ナ花ンペンは、下方とほぼ同じ長さで、全体に、褐色で、中六は緑色、先端は鋭く尖るか中央が、脱ぎとして突き出す。下方は長卵形で、長さ6から8ミリメートル、脈は数多く、表面は、無毛で光沢がある。先端部は、 次第に狭まって短い口しの形に突き出し、その先端には鋭い2歯がある。また過宝の膜は非常に厚くなって厚膜質、乾燥すると褐色になる。過宝はコルク質である点は海岸性のこの種が海流分散によって分散することに適応しているのだと考えられる。和名は同じ、スげ族で、 やはり海岸砂地に生える工房麦子小小麦に対して名付けられたもので実の大きい方をグホウムギとしたのに対して実の小さい方をグホウシバと呼んだとのこと。日本では北海道から琉球列島にまで広く見られる。世界的には東アジアからオーストラリアまで、それに南アメリカの地理から知られる。海岸の砂地に生える。稀には歴浜に出ることもあり。 また水が染み出るような湿った砂浜では大きくなり密生することもある。その他、稀に海岸でなく内陸奥の湖畔の砂地で見ることがあり、例えば日光の中禅寺湖の湖畔にあるのはその例である。下砲がコルク質で水に浮きやすく海水中で2ヶ月以上も浮かんでいることができるという。これによって海流分散するものである。本種は複数のオスコボを持ち、 コルクシツで大型の花工をつけるなどの特徴から塩クグブシセクトパルドシーに分類されている。同じ節のものとしては日本に4種がある。いずれも本種よりはるかに背が高くなる。塩クグシースキャブリフォーリアは干潟に生え、やはり日本に広く見られる。オークグシーラグヤロザはやはり川口湿地などに出て四国、 九州北部以北、より北寄りに見られる。ワンドスゲシーアーグヨは、川口域などに出て、日本では極めて限られた分布を示す。ちなみに、これらはすべて国外に広い分布域を持つ。砂浜で見られるスゲとしては、コウボームギシーコボムギュが有名で、北海道では、これとエゾのコウボームギシーマクロセフラも地域によって、出現する。この2種は互いによく似ており、 本種と混成することもある。本が出ている場合には区別は簡単で、工房麦類は、スゲ属では、珍しいシユで、別の方を出すものであるし、下方の形も大きくて、鋭く尖った、独特のものなので、本種と混同することはない。畑の場合、工房麦類は、洋服が4から8ミリメートルと本種より、幅広く、また普通は、黄緑色なのでやはり区別は容易である。 むしろ厄介なのは、死翼具との区別で、死翼具はもちろん同じ節なので多くの特徴が共通している。普通には、死翼具は背丈が 50cm にもなり、本種よりかなり大柄なのであるが、死翼具も背の低いものは 30cm ほどのものがあり、他方で、工房芝も湿った場所に生育した場合には、背丈が伸びて 30cm 程度にまでなる。 そうなると、加法の大きさも形もさほど変わらず、区別は難しくなる。星の他では背丈以外の区別点として塩くぐは、コボの基部にあるツトに鞘がないこと、メスコボが互いに離れてつくこと、メバナリンペンがあまり色づかないことを、区別点として取り上げ、勝山はメスコボの位置関係の他に、メバナリンペンが長いこと、加法のくちばし部が本種では徐々に狭まることを挙げている。 環境省のレッドデータブックには取り上げられていない。東京都で純絶滅危惧、熊本県と沖縄県で絶滅危惧愛類に指定されている。この種そのものは比較的各地で普通に見られるため特に指定しない地域が多いと思われる。しかし本種が海岸砂浜特有のものであり、海岸線の開発などで脅かされがちな環境と言える。 開発工事などによる減少を危惧する声はあり、本種が種となる群落を絶滅危惧に指定している地域がかなりある。以下、種として、星のほか、P506 大橋ほか、P335 勝山は、ほとんど生じないとしている。大橋ほか、P335 星のほか、P216 勝山、P14 牧野原町、P367 大橋ほか編。 P335 カツヤマ、P360 中西、P28 牧野原著、P367 この段、中西、P28 カツヤマ、P358 カツヤマ、P362 本のレッドデータ検索システム2019年8月12日、閲覧、星のほか、P216。ありがとうございます。